はい、どうも、お茶です。調整内容が発表されましたね。ものすごく予想の斜め上を行くような調整でね、ほぼ全員がまさかのアッパー調整で、強キャラもアッパー調整というね、ほんと驚きましたね。ってことでね、自キャラをちょっとね、見ていこうかなと思います。はい、ってことで、多分、編集でね、どういう調整内容かみたいなのを画面に乗っけてると思うんで、見ていきましょう。まず自分のこのメインキャラのシーンですね。まあまあ時間かけないようにね、サクッと見ていこうかと思います。まず立ち配のね、個人的に一番気になっているところをね、抜粋しようと思います。立ち配の相手を引き寄せるようにしましたとあるんですが、ここがものすごくね、気になってます。相手を引き寄せるってことなんで、もしかしたらコンボの中継パーツに使われるようになったりするのかもしれませんね。で、多分引き寄せなんで、中継パーツに使われるようになったら、ものすごくコンボの火力がもしかしたら上がったりするのかもしれません。はい。ってことで、次ですね。6回、ノックバックを減少しました。これはどうやらね、赤ホークが繋がりやすくなったってぽいらしいですね。はい。ロケテ組のを見ました。ってことで次、足払い。これが一番やばいなと思ってて、攻撃発生を早くしました。単純に純粋な強化ですよね。これがね、早くなることによって、今までね、2P 足払いが、ガトリングでは出るんですけど、暴れつぶしになってて、繋がらなかったんですけど、今回はどうやら、ね、2P 足払いが繋がるようになったらしくて、で、何が恐ろしいかというと、2P 足払い、赤ホークみたいなのができて、もしかしたら火力がちょっとね、2P の火力が上がったりするのかもしれません。はい。まだでも、たかが22段の僕が考えてることなんで、正直ね、わかんないですけど、まあ、繋がるようになったということで、次、地上ビークドライバー。これね、まあ、いろいろ書いてあるんですが、単純に弱体化ですね。微妙に弱体化。でもね、正直あんまり使い勝手は変わらないっぽいですね。はい。ってことで次、がむしゃらについてみた。これも結構やばいですね。空中でね、コンボの締めとかにね、殺し切りとかでがむしゃらを使うんですが、これね、見てもらったらわかるように、受け身不能時間を最終段と同様にしましたとあるんで、おそらく、最終段まで打たないと今まではダウン取れなかったんですが、今回こういう風に書いてあるんでね、まあ、例えば2段止めとか1段止めだったりね、肉ゲージと相談しながら相手のことをダウン取れるみたいな、おそらくそういう調整ですね。これも単純に強化ですね。で、ブルバッシュ発生を早くしました。これも強化ですね。正直なんかでもあんまり見た目じゃわからないレベルの速さらしいんですけど、これのおかげでね、前パンカウンターブルバッシュみたいなコンボがあるんですけど、これがね、やりやすくなったと。まあ、それができるとものすごく火力アップにつながったりするんで、これもね、もう本当にすごい単純な強化ですよね。ってことで次、エルク。これも単純な強化ですね。攻撃判定を上方向に拡大。これも単純な強化です。次、空中ビークドライバー。これは強化なのか弱体化なのか正直わかりませんけど、まあ、単純に攻撃判定とやられ判定を拡大しましたので、攻撃判定広くなったけど、やられ判定も、広くなったよみたいな、そういう強化ですね。はい。まあ、この分そのまま今言っただけですけどね。まあ、正直でも使ってみないとわからないような調整なのかなと思います。はい。でね、今日は真のね、調整を見たんですが、回を使ってランクもやっていこうかと思います。ってことで、対戦相手が見つかるまでカットします。はい、ということで、M キョンさんが見つかりました。相手は誰だろう？バイケンか。バイケン、かなり強化されるっぽいですよね。主に体力面が。なんか、噂によるとメイと同じぐらいの体力になるらしいです。はい。あ、2F いいですね。頑張っていきましょう。ちなみに、マチャボーカラーを使おうと思ったけど、初期カラーにしました。なんか俺ごときがマチャボーカラー使っていいのかみたいな感じがあったんでね。おっと、今アザミを見えましたね。さあ、これで中央でもこの置き攻めいけるけど、なんかあんまりダメですね、あれ。ちょっといいなと思ったんだけど、あんま良くないね。続きがないというか、もう強化チャージスタンエッジやってるときに、ん？もうごめんなさい。頭の中混乱して喋れねえや。
まああんま良くないですね、さっきの置き攻め。使えるかなと思ったんですけどね。ってことで、スタンキをうまく使ってね、見てから行動で潰せましたね、スズランを。ほんとスタンキ強いですよね。ちなみにカイはちょっと弱体化されてるのかな、多分。グリードセーバーが本当に弱くなったっぽくて、今までグリードに困ってたね、人たちは本当にいい調整となってるんじゃないでしょうか。お、それ繋がるんだ。へえ、面白い。しっかり対空はガードしている。対空されましたね、逆に。あ、やっちゃった。これセキュリバースト。うお、しっかり投げ見えている。さあ、アザミ取られる。あ、取られなかった。アザミミス痛そう。ごめん、勝ちたいんや。やっちゃった。 2K 出したんだけど遅かったですね。投げだったらよかったかな。やっぱ売剣戦は固められてる最中は投げだけじゃなくてスズランだけ見て投げ返すのがいいのかな。うまい。ちょっと集中します。すみません、あんま喋れないかも。あ、ごめん。あー、漏れた。これガチ漏れ。あー、やっちゃったな。ちょっとね、アザミが怖くてね。投げ潰しの選択肢ですね。ロッケ投げ無敵ついてるんで、これはこれ式ですね。よかったよかった。すごい 6K の投げ潰しをしてくるんで、ものすごく昇竜が刺さりましたね。リバサ昇竜が。で、なんかリバサ昇竜が咎められないので、ほぼリバサ昇竜で切り返すだけみたいな試合になってますね、今のところはね。なるほどね。裏回りか。なぜ潰せばいいんだろう、あれ。ですよね。なんかアザミ多いっすよね。暴れてた。投げ漏れかな多分。まああんまちょっとあの状況で投げっこするのは考えづらいんですけど、5敗だったんで。リバサ昇竜が出なかったね。出てたら勝ってました。うまい。これは俺が脳死してましたね。よくない。多分飛び込みには反応できる方なので、それをどう潰すかですよね。おそらく反応してくる。やっぱ代表的なのはね、これですかね。対空潰し。なかなかバーストは使ってきませんね。しっかりバーストは我慢できる方。うまい。僕が脳死してました、今のは。お、下げれている。しっかりと手出しちゃったな。あ、潜れない。なるほど、届かなかったのかな。いや、ほんとディッパー強い。殺せる。オッケー、いい殺しきり。自分で行っていく。まあ正直ちょっと危なかったかな。レシピ変えればもうちょっと簡単に殺せてたかもね。あー、ヒット確認できてね。投げれないか。
うまい。暴れちゃったか。ちょっと自信ないんで、こっちのダウン取るのが簡単な方でいきます。アザミで漏れてんのかな。あ、危ね。あ、危険出なかった。よいしょ、これは確定ですね。裏回ってたんで。刃に乗せる思いは近く。さあ、あ、2回終わったのか。そうかそうか。はい、ってことでね、今日の動画はこんな感じになりましたね。おそらくね、調整終わったらね、もう少し人もね、ちょっと帰ってくる方もね、いらっしゃるのではないのかと思いますし、単純に調整内容がね、どういう感じになったのかっていうね、興味もありますしね、調整がものすごく楽しみですね。ってことで、今日の動画はこんな感じになりました。2回行っちゃった。では、失礼します。